皆さんこんにちは、酒好き親父です。今日も宅飲みをしたいと思います。今日はですね、秋田県にある荒政酒造さんのお酒を飲んでみたいと思います。飲む前にですね、まずは蔵の紹介の方をさせていただきます。荒政酒造さんは1852年創業で、今年で169年目になるそうです。歴史がある蔵ですね。秋田県で栽培された米のみを用いて醸造しているそうです。酵母にはですね、天然の乳酸菌を活用する伝統製法の肝とのみを用いて醸しているそうです。培養された酵母を使用する際は、蔵で昭和5年、1930年ですね、に採取された境界6号酵母ですね、のみを使用しているそうです。オール秋田。すごくこだわりを感じますね。さて、どんな味がするんでしょうか。早速、飲んでみたいと思います。さて、今日飲むのは、こちらです。荒政のナンバー6 S タイプですね。こちらの紹介をさせていただきます。ナンバー6の代表作である S タイプですね。ふくよかさとキレを兼ね備え、口当たり前半の濃縮感と後半のキレの好対照が魅力だそうです。さて、開けて飲んでみましょう。開封します。おー、シューッと生きてますね。あ、香りがもう香ってきます。すごい、ものすごいいい香りですね。早速ついでみたいと思います。よいしょ。いい音もしますね。ちょっとこぼれてはいけないので蓋をさせていただいて、ちょっとまずは香りの方をちょっと、白桃、そんな感じの甘い香りがすごい心地よいですね。もうフレッシュっていう感じがものすごくします。それではちょっと飲んでみたいと思います。わー、上品というか、まあ、日本酒で白ワインというのもちょっとあれですけど、まあ白ワインのような感じでキレもあり、こう全体的にものすごくこうスッキリ感もあり、まあピチピチ、本当に生きているような感じで、ピチピチ感があって、ガス感ですね、あり、すっごく美味しいです。これはちょっとグビグビいけるんじゃないかと思います。あー、美味しい。いやー、とってもいいお酒でした。まだまだ全国にはですね、酒好き親父の知らないお酒だったり、飲んだことないお酒がたくさんあります。これらもですね、できれば全部飲んで紹介ができたらなという夢を持っております。今日はこの辺で失礼いたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしく頼む。それではまた次回お楽しみに。